沖縄のハーリーのルーツとも言われている中国発祥のドラゴンボートをご存知ですか？今では10人から20人で船に乗り、その速さを競うスポーツとしてアジアを中心に人気が高まり、世界中でレースが行われています。来週タイで開催されるドラゴンボートの世界選手権に挑む2人の県勢を取材しました。今年5月、4年ぶりに開催された那覇ハーリーの一般競争。自衛隊や消防、アメリカ軍関係者などの屈強な男たちがひしめく中、2位に15秒差をつけて優勝したのがオーシャンドラゴン。県内でも指折りのハーリー奏者を集めたチームです。那覇ハーリーの鐘を鳴らすのはハーリー進化の私たち、この常日頃からやってるパドラーだと思ってたので、今回に関しては圧倒的に相手に勝つっていうのをテーマに那覇ハーリーは参加しました。チームを牽引したのがドラゴンボートの日本代表義馬智也さんと金城優奈さんです。ハーリーはやっぱ沖縄だけの特化した競技なんですけれども、沖縄県外となるとやっぱドラゴンボートっていう競技が主流なんですよね。ハーリーが大好きな有志たちがこの場に集って日本そして世界にチャレンジしている、ね、見てても楽しいですし、漕いでてもやっぱり楽しいですし、楽しいからなんか続けられてるかなって思います。古代中国で誕生し、ハーリーの起源とも言われるドラゴンボート。ハーリーと違い180度のターンがないため、スピード勝負が繰り広げられます。2人はもともと陸上の棒高跳びや格闘技など個人競技をしていましたが、仲間と息を合わせて漕ぐ一体感に魅了され、ハーリーやドラゴンボートの虜になりました。チームメイトと競い合いながら、大人の青春じゃないですけど、そういうのを味わうことができたのが、こうのめり込むきっかけになりました。来週タイで開かれる世界選手権に出場する2人は、豊見城市のビーチで沖縄の仲間と共に最終調整に臨んでいました。 Are you ready? Attention! Go! ドラゴンボートで最も重要なのがスタートダッシュ。スタートで先に出た方が勝つっていうセオリーがあります。さらには1秒で2回漕いでいくというこのピッチが必須になってくるので、その力強さとピッチのこの合わせ技、やっぱり海外の選手で大きいので身長がもうスタートが一番重要かなと思っているので、そこを大切にして勝負していきたいなと思ってます。沖縄のハーリー進化としての誇りを胸に、世界最高峰のレースに挑みます。ハーリーを盛り上げたいっていうのも一つあるんですけど、ドラゴンボートもどんどん普及していけたらいいかなと思ってます。で、沖縄には素晴らしい本当に一流のパドラーがいるので、代表として恥ずかしくないような成績を残していきたいなと思ってます。大人の青春、もうスピードたっぷりに貝を漕ぐ姿、かっこよかったです。キラキラしてますよね。お二人はおよそ5ヶ月にわたる選考会を経て世界選手権の代表に選考されました。51歳の義馬さんは、今回結果を出すことでハーリーをやっている若者たちが世界基準のドラゴンボートに目を向けるきっかけになってほしいと話しています。